第12競争です。第12競争は農林水産大臣賞典第55回ステイヤーズカップ H1 シンボリクリツエス賞です。距離は2600m12頭。各馬の枠入りが順調に進んでいます。モンピュア、エターナルスマイル、サムライジャパン、マキノスパーク、ロードキャニオン、コルチャック、ゲイルバニアン、コパノカチロキ、クラキンコ、リアライズトロイカ、リノバティオ、サイヤーエフェクト。各馬の枠入りが進んでサイヤーエフェクトゲートに向かいます。収まりました。準備完了。スタートしました。ややばらついたスタートになりました。第55回ステイヤーズカップ H1 農林水産大臣賞典シンボリクリスデス賞です。さあ先行争い、やはりリアライズトロイカが上がっていきました。2馬身3馬身リードを広げて1周目第3コーナー入ります。クラキンコは2番手です。クラキンコ2番手、コパノカチロキ3番手、外からサイヤーエフェクト、第3コーナー入っています、1周目。その後ろにコルチャックがつけました。3、4コーナーの中間地点、ゲイルバニアン外からスーッと上がっていく、あるいはロードキャニオンであります。まだ固まっております、サムライジャパン。その後ろにリノバティオ、そして1番のモンピュアです。マキノスパークは例によって後方待機、1周目、直線に向いてまいりました。さあ、先手を取りましたのは、6番の、7番のゲイルバニアンです。ゲイル・バニアンが先手を取りました。リードは4馬身から5馬身取りました。2番手ですが、うち並んでおりますリアライズ・トロイカとコルチャック、そしてその後ろ9番のクラキンコです。クラキンゴとの親子制覇を狙います。クラキンコ4番手のポジションでこれから1コーナー入ります。サイヤーエフェクトその後ろ、そしてその内々を進んでおりますのがコパノカチロキ、2009年の勝ち馬です。残り1400を通過、1次コーナー、先頭からしんがりまでは14、5馬身です。さあ先頭に立っているゲイルバニアン、リードは4馬身から5馬身。2番手10番のリアライズトロイカ、3番手コルチャック、あとはまた開いて4馬身ほど遅れまして、クラキンコ残り1200を通過です。うち並んでコパノカチロキ、2馬身差サイヤーエフェクト中段位置です。ロードキャニオン、そしてその後ろに3番のサムライジャパンがつけています。外にはリノバティオ、1馬身差2番のエターナルスマイル、残り1000メーターを通過、1番モンピュア、外からは昨年の優勝馬マキノスパークです。さあマキノスパークスーッと前に上がっていくか、向こう上面残り800の標識を通過。さあ先頭のゲイルバニアンですが、リードは1馬身。さあクラキンコが並んで今度は先頭に立とうとしています。第3コーナーカーブです。サイヤーエフェクトが今3番手から2番手コパノカチロキ、あるいはサムライジャパン、内々を進んではロードキャニオン、残り600の標識を通過です。先頭はクラキンコ、先頭クラキンコ、リード1馬身、サイヤーエフェクト2番手、ゲイルバディアンが交代していきます。5番のロードキャニオン、ロードキャニオン上がってくる、あるいは外サムライジャパンで残り400の標識を通過、4コーナーカーブから直線構成向いてまいります。先頭はクラキンコ、先頭クラキンコ2馬身のリードを取っています。さあその外目から3番のサムライジャパン伸びてくる、外からサムライジャパン200の標識を通過、その後ろですがサイヤーエフェクト、ロードキャニオン追い込んでくるマキノスパーク、外からマキノスパークですが前との差がまだあります。さあサムライジャパンが差し切りそうだ、そして外からマキノスパーク、先頭はサムライジャパン合理。2番手争い、外4番のマキノスパーク、内9番クラキンコ、2番手の争い接戦、サムライジャパンやりました。第55回ステイヤーズカップ H1 距離2600m農林水産大臣賞典シンボリクリスエス賞、3番のサムライジャパン鮮やかに差し切りました。2番手の争い、9番のクラキンコ、4番のマキノスパーク、4番マキノスパーク、9番クラキンコ、2番手の争いは接戦、5番のロードキャニオン4番手、11番のリノバティオ5番手、直線見事に末足を伸ばしてサムライジャパン鮮やかに差し切り勝ちを収めました。王冠賞の勝ち馬、サムライジャパン。この距離でこそという末足を見せました。2番手争いは4番マキノスパークと9番クラキンコです。勝ちタイム2分47秒9。サムライジャパンが勝ちました。ネオユニバース、アシアマダムの血統です。その父はラッシアンルーブル。
日高町の戸川牧場の生産馬です。鞍上の小林康之騎手、2005年の大隅シュネルでこのレースを制しています。ステイヤーズカップ2勝目。広森佐尾調教師はこのレース4勝目となりました。ホーエイコスモス、そして大隅シュネルの連覇があります。帰ってきました。ガッツポーズを見せました小林康之騎手。ステイヤーズカップは2勝目になります。侍ジャパンとのコンビでは王冠賞に続いての重賞制覇です。見事に勝利を収めた侍ジャパンです。第12競争、到達順位が上がりました。1着3番、2着4番、3着9番です。第12競争、1着3番、2着4番、3着は9番です。勝ちタイム2分47秒9。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定まで。お捨てになりませんようにご注意ください。